巻屋考案者の佐藤誠二です。今日は美容の大敵ストレートネック肩こりを改善する動画です。整形外科や整体などでストレートネックと言われてしまった、もしくは、首こり肩こりがひどくて猫背の方必見の動画になります。今日の動画を見ていただければ、整体へ行ってバキバキしなくてもとても安全に確実にたった30秒のセルフケアでストレートネックを改善することができます。ストレートネックが改善するだけで日々の肩こり、首こりが驚くほどスッキリするだけじゃなくって、顔や首のもたつきがシュッとしますからね、ぜひやってみてください。ではですね、実際にやっていきたいと思います。バスタオルを用意してください。バスタオルをこうくるくるくるっとちょっと固めに巻いてください。固めに巻いて、こういった筒状のものを作ります。そして、肩の下に入れます。肩、背中が浮かないように肩の下に入れて、胸に手を当てて深呼吸するだけです。痛い人はもうちょっと大きなクッションでも大丈夫です。痛い人、肩が痛い人は痛くないところに置いて、この状態でダラッとして胸に手を当てて深呼吸です。それから首の付け根にも手を当てて深呼吸してください。そうしたらちょさっ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 と全体肩の裏まで、首の裏まで撫でて、もう一度やります。胸に手を当てて深呼吸、首に手を当てて深呼吸、そしてさっ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 と撫でます。はい、たったこれだけです。もうでこれでもう一度胸と肩、首をさっ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 と撫でて、ぐるぐるぐるっと回してください。驚くほど軽くなっていると思います、ね。これ両方やってみてくださいね。ではですね、これの理論についてお話したいと思います。ストレートネックっていうのはですね、実は原因ではなくって症状なんですね。首が前に出てると、首が前に出て肩こりになってるんじゃなくて、前側の筋肉がぐーっとこう大きな筋肉を 大胸筋と言います。この大胸筋とか小胸筋とかっていう胸の筋肉が前にぐーっと引っ張られて、首もぐーっと詰まって後ろの首が凝っているという形になります。この後ろの背中側の筋肉、僧帽筋と言いますけども、そういったものがぐっと張ることによって肩こりが起こっている。ですからこれをぐっと広げてあげるんですけども、ぐっと後ろに引っ張っちゃうと余計前が緊張しちゃうんですね。そのために前に引っ張られているものを徐々に緩めていくと、こういう形で筋肉が緩みます。ぜひね、毎日胸側の筋肉を緩めて、首側の筋肉を緩めると肩と首の筋肉が柔らかくなって、ぐっとね首が伸びますし、顔がギュッと縮んでるのもこうなって顔が小さくなってギュッとなって、エラが張ってるのでこれがギュッて伸びてスッと中に入りますので、肩こり、首こりっていうのは美容の大敵ですし、血流も悪くなりますし、中のリンパの流れも悪くなる。我々の言う間質液ですね、リンパ間質液も流れが悪くなりますので、これをしっかりと緩めるっていうことで、健康に美容に役立てていただきたいと思います。はい、次回は年内最後になります。たるみを消す美顔トレーニングになりますので、ぜひ楽しみにしていてください。いかがだったでしょうか。今日の動画で良かったと思った方は高評価ボタン、それからですね、質問とか、あ、やってみて良かったよっていうことがあれば、ぜひコメントに書いてみてください。まだね、チャンネル登録をしてない人はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。
お願いいたします。